この力は。よくやったテラ。また一つ成長したようだな。しかし今のは怒りや憎しみにとらわれた闇の力です。闇を制したのだ。いいえ、私は闇に落ちたのです。オーロラ姫の光の心も奪ってしまった。もうどこにも俺の帰る場所はない。ならば我が弟子に迎えよう。マスター・エラクスは闇を恐れるあまり光にとらわれすぎた。強い光は闇を生むのだ。お前の中の闇はその教えから生まれた必然。アクアとベンツ、二つの強すぎる光によってお前の中の闇が浮き彫りになっただけなのだ。愚か、実に愚か。光と闇の均衡、そのバランスこそが心のあるべき姿。テラ、お前こそがマスターにふさわしいというのに、なぜエラクスはお前を認めん？それはお前を恐れているからだ。テラよ、私と共に世界に均衡をもたらそう。それこそがキーブレードマスターの務めだ。マスターゼアノート。世界を巡れ。そしてまずは均衡を乱す者、強すぎる闇、バニタスを撃つのだ。マスターテラ。テラー、俺も一緒に行くよ。レンとは一緒に行けない。なんでだよ。でもいつかお前が俺を救ってくれるのかもな。救って当たり前だろ、友達なんだから。そうだな、ありがとう。で、ジジイ、話が違うじゃねえか。この大怪我どうしてくれる。ただで済むと思うなよ。わかったよ。もう下ろしてくれよ。まだまだ俺の協力が必要だろ。俺もあんたに約束を果たしてもらってないしな。まあ顔の傷くらいで済んだだけでよかったのかもな。下手すりゃ俺もどこぞのお姫様みたいに
あいつに心を奪われるとこだったんだろう。テラの心には大きな光が残っている。心に光を持つ者に心を奪うことなどできん。ってことはあいつが心を奪ったわけじゃないんだ。